くわ。飛んでますよこっち。
疲れ様でした。下は抜けなかったので、やっぱりベランダっていうのを勾配つけたので、どちらが流れてるんですね。で、こっちとこっちで体重、大体勾配つけたら3センチぐらいつけたので、で、こっちが距離が長くなったらまた低くなるので、その下にのっけんってやつがあったので、その下に止めるところで、ね、65センチぐらいしかない。いや、そこにかけとるんじゃない、あんだけかけたらかなり大きいですよね。予算と比べて長い殺虫剤を2本使いましたね。使い切った上で2本借りてきた。そうまだあれ Z 層の端汗だくでやったらいいの、まあ、汗なんて手入れてかなり大きいですよな。今度なんかそういう乗っ手の張り替えの工事を受ければ、その時に写真を撮れるんやけど、じゃあもし手に入った写真を、それはそこまで乗っ手まで工事を引き寄ってくれば、でも刺されなくてよかったですよ。カメラマンもね、それを心配して、僕は完全装備だけど、やっぱりそんなそれで飯食っといたわけだ。スーパーを下がってきてますね。階段がってスーパーを下がってますね。もうここら辺で歩いてたじゃん。それでは戻ってた。いや、結構楽しいなこれ。うん、だけど視聴者にこの蜂の巣かなりでかいと思う。これだけ大きいあのジェット装置やつ。緊張したけど。その奥の方へ65歳の船のあれ器でこのね、ずっと広がっていた。かなり変えてたじゃない。ミツバチとクロスズメバチがみんな駆除、キロスズメバチを駆除してくれっていう依頼が来とったんですよ。ほんで何件やったら言ってるけどさ、これ4件目ですよ。僕はこれで飯食ってるわけで、ね、楽しかったでしょ。ごめん、今日はお疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。またよろしくお願いします。はい。